はい、えー、今回はメルセデスの GLC のオンラインの見積もりというのをね、えー、見てみようと思います。えー、前回 BMW X3 でね、あの試算をしたんですが、開、え、会、ー、にあたって一応この GLC のもね、候補に入れようと、えー、そんな感じでいます、えー。それで一応オンラインの方からね、見てみるんですが、えー、この GLC は現在、えーと、ディーゼルのモデルが1車種、 えー、あとディーゼルの特装車が一つと、あとガソリンのモデル一車種、えー、あとはその AMG のモデルとかね、えー、そんな感じになってます、えー。あんまりそうですね、グレードというのはないんですが、えー、まあこの標準というか、一応この GLC の 220D フォーマチックの方で見積もりをしようと思います。 まずグレードの方をね、えー、選択していって、あとメルセデスの場合はこのパッケージオプションっていうのになってるので、えっ、ー、と結構ね、高いんですよね。えっ、ー、とこの AMG ラインっていうの、これはまあフロントがね、ちょっとスポーティーになるということで、これはつけたいなと。えー、それと AMG にするとこれね、さすがエアサスになるので、 えまあエアサスの方がね、乗り心地的にもいいのかなと、そんな感じですね。あとね、デジタルメーターをつけたいとなると、このレーザーのエクスクルーシブパッケージをつけないと、デジタルメーターにならないということなんで、これをつけるとして、あとね、BMW の時もえサンルーフはつけたんで、一応これをつけるという感じにしてみます。 あとボディカラーもえっ、ー、とねソリッドのホワイトは無償ですけどあと他のメタリックはやっぱり10万とかねそのぐらいですねえっ、ー、と赤と、えー、この、えー、白のねダイヤモンドホワイトこれはねまた高くて20万ということで、えー、まあここもねえっ、ー、とブルーをね選択したいと思います えとこのカバンサイトとブリリアントと、えー、2種類ありますけどこっちのブリリアントブルーの方が明るいようなね、えー、青ですね中応じゃこれにするとして、えー、と次にホイールの選択ですけどこの MG の、えー、このホイールが標準で0になってますね えーとこれまあデザイン的に個人的にねあんまり好きじゃないかなっていうような感じなんですけどえここのホイールのリムがね内側にちょっとまあ縁取りしたような感じでねえ19インチなんだけどなんとなく小さく見えるっていうようなデザインでえとメルセデスね昔からこの AMG のやつ使ってるんでえそろそろこれはもう飽きたかなっていうような気がするんですがまあこれが標準。 ということなんで仕方ないんで一応このまま行きます。えー、インテリアはいろいろね、えー、茶のやつとブラックの、まあ、ここはブラックの本側という感じにしましょう。えー、内装はブラックアッシュとこの辺はもう決まってるのでねそのままという感じです。えー、とあとはアクセサリーということでドライブレコーダーとかこういう小物のね設定がありますね。 えっと、まあ、フロアマットあたりは必要なんで、この辺と。えっと、あと、このね、ランニングボードって、これね、かっこいいんですよね。まあ、あんまり実用はないかもしれないんですけど、ちょっと SUV チックになるんで、これはちょっとつけたいような気がします。えー、あと、こういうケーブルとかは、これはね、まあ、社外のものはつければ多分いいと思うので、 これに次にサービスプログラム。えー、まあこれ保証とかですよね。まああの3年は一応メーカー保証っていうのがついてるんでね。それで、あとはちょっとまあ新車時にえ加入すると安いというようなね感じにはなってますけど、まあ一応ここはあれこれつけるとねどんどん高くなっちゃうんで一応このぐらいにしときます。えっ、ー、とこれで全部で891万と。 まあ大体900万近いですよねだいぶ高いかなっていうような、まあ、オプションがねいろいろつけたということもあるので、えー、まあ、パッケージオプション143万7000ってなってますから、えー、かなり高いなっていうような感じですよね、えー、まあ、BMW、アウディと比べても100万以上ちょっと高くなっちゃうかなっていうような感じはします えー、ただね、まあ、実車見てきた感じだと、さすがメルセデスって感じでね、えー、中の内装の質感とか、まあ、乗り心地もかなり上質というところがあるので、まあ、その点はまあメルセデスの、ね、魅力かなというような、えー、そんな気はします。えー、っと、まあ、ちょっとね、予算的にはオー,バーオーバーというか厳しいかなというような、そんな感じはしてるんですけど。 えー、まあ一応ね、メルセデスはこんな感じでした。えー、それではね、えー、一応今回この辺で、えー、また次回ねあの、アウディとかね、また見ようと思います。えー、ご視聴ありがとうございました。